2021年の交流戦の戦いが6月1日の西武戦から始まるが、この物語の進行スタイルに関してはこれまでと同じ。まず試合の部分はチームの得点のチャンス、失点のピンチ、どちらかに注目してテンポよく進めていくこと。あと日程ダイジェスト設定に関してもこれまでと同じく順位が変動しそうな戦いのみをプレイし、それ以外はオート進行って感じです。俺としてはね、もうこの96回目となる今回はですね、もう日本シリーズをやっておく予定だったんですけどね、2年目の。ただ思いのほかね、ペナントレースがギクシャクしてるんでね、セリーグに関しては特に2位という立場でこの2021年の交流戦を迎えてしまったジャイアンツ。さあどうなることか、まだまだ88試合と残ってるわけなんでね、この交流戦で勝利を積み重ねて上へ行きましょう。でパリーグに関しては現状こんな感じで、引き続きソフトバンクが強く、まあ今楽天と並んでる状況かな。あと日ハムもなんか強いな。で、最初に戦う西武に関しては4位、その下はいつも通りって感じ。次にこれから始まる交流戦の戦いに備えて、投手野手ともちょっとオーダーを変更した方がいいんじゃないかなと思うので、まずそこから変えていきましょう。投手に関しては現状こんな感じですね。先発からまあ成績を見ていくと、菅野防御率 3.84、 4勝3敗、2020年のリアルな菅野はどこにいる？ここにはいない。ムーアはええよ、新加入選手のムーアね。なんならもうローテ1番手はこっちでいいかもしれないね、残してる数字的に。サンチェスも今季は活躍してくれてる、戸郷もええし、今村もええ、菅野以外みんな防御率2点台なんよね。ただ菅野だけはなんか足引っ張ってる状況なんで、まあとはいえどまあ能力の高い選手ですから、そこは変えることなく。先発の変更はないかな。あとリリーバーに関しても鍵谷はじめ、おっと高木がちょっとあかんね、そもそも投げてる機会少なこれなら使わん方がええかもね。左のワンポイント起用でずっと設定して開幕からずっと入れてるんですよ。80試合以上も経過してんのかな。シーズンの試合が半分終わりそうなのにもかかわらず、開幕からいて5イニングしか投げてないっていうね。これならもうちょっと枠もったいないんで下落としましょう。中継ぎはもう計、まあ、これだけいたら十分やな。そもそもこれセットアッパー抑え含めたら10人近くいた計算になるんでね。だからもうこれでええわ。でまあ広志最近ちょっとやらかしましたけど、まあ数字残してる。田原もいいしね。石山もいい。沢村はちょっとあかんけど、今ビハインドでも器用なんで、まあそこなら別に構わへん。で守護神デラルサ、セットアッパー中川、うん、ピッチャー何も変える必要ないな、うん、今まで通りでいこうと思うわ。ただ野手に関してはさ、これから DH ある戦いになるので、それに備えてね、指名打者を誰で使うかとか、そういうとこ考えていかないと。まずね、これまで通り上位陣に関してはもうこれが完成されてるので、こんな感じで、うん、ここはもう何の変化もないですね。あとこの辺全部フル出場固定なんで、途中で変わる必要もない。で5番以降どうしていくか、ロペスに関しては現状、まあ打ってくれてるわな。2割7分9厘5ホーマー28打点と十分な活躍はしてくれてるので、ロペスも引き続き、まあ、ここで起用して、でこの下がすんげー弱いのよね。うちどうしよう、このマルケスね、全然打ちそうないよね。ほんとだいぶ我慢してるよ。51試合の機会与えてまだ1割8分2厘や。もう干した方がええかな、こんなんね。でもなんか自分の取った選手なんで、ひいき目に使いたいし、あと能力は確かに高いんだよね、ミート能力は。指導してくれたらとんでもない戦力になることは間違いないから、だからこの交流戦の間に起用して復活してくれることを信じている。DH で起用していきましょう。守備のあれは期待できないから、打順6番で。ほんで、交流戦の間は小林をスタメン保守で使うことになる。で、外野に関しては、まあ、亀も使っていこうかな、ライトで。レフトに関しては、その日その場で併用していこうと思うが、とりあえず当初の予定では金子裕二を起用して、すげえ上位と下位のこの格差というものはシーズンが始まった時から今に至るまでずっとあるんですけどね。まあでも結局はここで頑張ってくれて、投手である程度抑えてくれたら勝てるチームなので、まあ同じやり方でいいんじゃないですかね。交流戦に関しても、 DH なしに関してはこれまでと同じオーダーですね。もうこれで戦っていこうと思う。ベンチオーマーに関しても特に変更はありません。今2軍のエスコバーがね、ヤクルトから戦力外になった。この男は状態いいので上げたくなる気持ちもあるが、でも上げて役に立つかと言ったらそうじゃないし、だからまだ使いません。とにかくこれです。これが交流戦戦うオーダー。もちろん悪ければ変えていこうとは思うけどもね、まあでもこれでシーズン最後まで完走することが一番いいことだと思うので、まあ、とりあえず作ったばかりのオーダーで6月1日交流戦の開幕ゲーム、さあこれどうしようかな。1試合目なので、得点のチャンスと失点のピンチ両方に注目してみようかな。それ以降に関してはどちらかにって感じですけどね。今日の先発戸郷、交流戦の開幕ゲームは君に決めた。相手オーダーはね、特に何の変更もないですね。西武はね、2020年この物語では出ていった選手はいないし、それでいて獲得した選手もいないんでね、うん、いつも西武って取られる側なんですけど、この物語では取られることもなく、また取ることもないというね、寂しいな。取られることなかったのであれば、なんか取れよっていうちょっと思うんですけどね。何もせえへん西武。
だからまあかつての勢いはなく、まあ、それでも強いチームには変わりないと思うんでね、やっぱセパのレベルの違い、 DH のありなしの違い、これはやっぱセリーグ側のこちらからしたらなかなか厳しいよ。厳しい戦いを強いられるでしょうね、この交流戦は。プレイボール、どうだどうだ、いきなり取って欲しいんだけどね、取らないと取らないと、もうすぐこういうピンチが来て、本当タイパリーグ戦は疲労困憊状態になるんでね、1試合目からもう勘弁して。2番に栗山が入ってる。ちょっと待って、相手の打線どんな感じこれね。これが2021年の西武打線で、源田、数字で見ていくと、まあ打ってるね。で栗山打ってないね、引退待ったなしで森、これアップで入ってるんですけどね、この物語ではそのアップデを適用してなくて、始めた当初のまんまなんで全然今も強いですよ。で中村武は全然もうなんすか、打ちまくり、年齢37歳ですよ、衰えてくれないとね、いい加減に。山川は数字的にちょっとよ、中村と比べたら霞むかな。で、殿崎は言うほど打ってるってわけでもない。で、高木、これ誰や？あ、実在選手はね、プロ3年目の。あ、ディオダイカンもいるじゃないですか。そして謎のクレアという助っ人いる。格やね、これは。全然打てないけど。まあ、これが西武打線なんやね。なるほど、わかりました。いきなりそんな打線にピンチを作った戸郷で、うまく抑えていこう。いや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 、もういきなり快音響きまくるのはやめてくれよ、ほんと。バキンとかガキンとか、まあこの球場だとふさわしいわな。山賊らしいちゃらしいけど、聞きたかねえんだよ。おい、能力の高い森友哉、 MVP の森友哉なので、空打ってくるわな。コースの端の端の縦スだよ。初期打つような一球じゃないけど、打ってくるのは MVP の森友哉だから、全て納得して、もう何も言いません、何も言いません、すごいっす、化け物っす。で、化け物の後にさらに大きな化け物ね。これどうするか。めんどくせえ。初球ね、ストライク相手にいっちゃってるけど、現金やね。あー、でもここは良かった。森をアウトにできるな。あいつはアウト、良かった。エース。これでピンチじゃなくなったので、ひとまず戸郷をオートで1回は抑えておくれ。うん。1点はやったけどね。おー、すぐさま取り返した。ロペスのホームランか。イエス。こっちの打線も強力よ、相手ばっか言うとるけどもね、なめんじゃねえよ、ジャイアンツ打線、まあ、打ち合いゲームになるのであれば、全然西武とタイマン張れるほどの打力はあるよ。まあ、でも西武、どうだろうね、怖いからな、このチーム。限界突破してるチームなんでね、ダニーなんかもうとにかく振り分けて、投手あれなチームなんでね、いざ打ち合いってなったら、ちょっと制すのは厳しいかな。やっぱこっちはちょっと守ってね、相手にない守りをして、それでいて打って勝つっていうのが、もうこの西武戦3連戦の攻略の術じゃない。打ち合ったらあかんね、正面に立っちゃあかんチーム、あかんあかんか、今真正面からぶつかり合おうとしてたけど、あかんあかんか、斜め角度とかからね、あと後ろ角度とかもそっから攻めないと、正面から向き合った時点でもうやられ、ボコボコにされ、野球というスポーツがこのカード終了時に大嫌いになってるかもしれない、二度とやらねえって言ってるかもしれない、だから真正面から勝負しないように。うわー、中村にこのピンチ、またか。いや、この3連戦腐るほど来るんやろね。もう初球2球ともうボール続けていいな。うん、打ち気を誘ってから、その後端の端、それでも打ってくるんやろけどね。なんでボールするよお前は。あんな満塁で山川やばいやろ、さすがにね、さすがにそこはね。 OK、どうしよう、ここまで来ていろんな球種を使ってきた。カットボール、速球で押そうか、速い球で。うーん、切れるよね、残るのかい、これが中村剛也、残るんやね、あれが。普通切れるけどね、あんなコースの球は、あんな打ち方したら。でも普通が通用しない。ちょっと戸郷も腕組んで考えてるね、何がいけなかったんだろうと。気持ちはわかる、腕組む理由も考えたくなる理由もね。普通ファールゾーンのとこ行くんやけどね。はぁ、で山川、結局この男回すんかい。状態絶好調。しごけねえな。うん、こんなんだったらランナー満塁で次の殿崎迎えた方がまだ平和的に物事を解決できると思うので。だからここはもう申告敬遠で、深い傷を負わないためにもこういう選択をした。さあ、ジャイアンツのその選択が正しいことなのかどうか見守ってくれよな。はい、間違いでした。間違い、ザン持ち込み、オーケーす。ちょっとボール取ること放置してたね。うん、いきなりやる気というやる気をそがれたわ。なんかもう野球おもんねえ、ほんまに。この物語でやる野球おもんねえわ、マジな話。なんなんこの初球の縦スラの打たれ率。変化量全然ええし、コースもええけど。アホみたいに打たれるやん。
配球とかクソも関係あらへんからな、いつも言うとるけど。打つか打たないか全て CPU の気分です。 CPU の気分によって勝敗が決まり、プレイヤーのなんかその心情っていうのも決まるんですよね。俺は今 CPU のその気分によってものすごく気分の悪い状況になってるわ、マジで。あ、野球ってクソつまらんスポーツなんやな、いい加減サッカー見よう、サッカーやろう、そんな思う気持ちになってきましたとさ。同時進行でね、今1位の DeNA は楽天と戦っていて負けてるんですね。できれば負けてほしい、で俺たちが勝ちたい。おーっと、またホームラン、岡本のホームランですよ。前回注目するも通算100号にリーチをかけてる状況から何も動かせなかったからね、一つ動いたよ。これであと2本で通算100号。どうしようかな、これ以降のゲームまた岡本に注目してやめとこう、どうせ打てないから。あと1本ってなったら考えるわ、まだあと2本な状況なんだよ。まあ、それよりもこの試合の勝利をまだ目指した方がいいかな。おいおい、ボールになる縦スラは全然振らなくて、ストライクゾーンに来る球だけ振るんかで打つんか、意味だから。危ない、なめんなよ源田。おお、送球もえげつないね今ね、恐ろしい、さすがって感じ。これどうしよう、外野、外野前進がないのか、テキサスヒット警戒で、まあ、長打はない選手だと思うんで状態はいいけど、危ない、これ以上の失点はやれへんよ。またちょっと追いついてほしいな、あの頑張って頑張って、いや戸郷も頑張って、打線も頑張って、あと一つのところ、5回裏このピンチを作って終えるか、それともピンチ作らず終わるか、多分この試合の展開がらりと違ったと思うんですよね。ここでピンチを作るんだ、たとえ抑えたとしてピンチを作った時点でなんかあかんような気がする、変な決めつけやけどね。でもなんか感覚や本能で分かることってあるやん世の中、まさに俺はそれで今感じてるんだよね、なんかあかんってことも大丈夫かな、こっから試合は終盤戦、さあ頑張れだ。おお、元ホームラン今日ホームランでしか得点取れてないよ、うちのジャイアンツ3得点3ホーマーやからね。打ったのはこのロペスと、あと岡本で、さっき坂本という、こういう順番で。なんやこれ。もっと打線つないで、そういうチームやから。ヒロシが出てきてるね。は？もう、お前、絵描きにせよ、こら、おい、キンブリル。お前、最近明らかにおかしいよな。やってるし、なんでこのクソみたいなピッチ招いた上でそんなポーズやっとんねん。かっこ悪いわ、ほんまに。最近、このフォアボールも多いし、打たれるのも多いし、なんやねん、こいつ。1点差に追いついた直後。絶対やらないよ。このピンチやらないために俺が注目してやってる、なんか落ちる球やたらと打たれるんで他の球で攻めないと。え、なんでボール、意味がわからん、単純なストライクや、意味がわからん、なんで走ってきたんですけど、アウト、あ、セーフ、意味がわからん、全てにおいて、何これ、まあ、やばい状況には変わりがないんでね、源田をどう抑えるか、そこを考えた方がいいな。このカットボールの曲がりが最高、ストレートインに食い込まして、まあでも結局は落ちる球で空振りを狙いたいシチュエーションなんで、縦すらなんか打たれがちですけどね、これをこういうことよね、まず1つ、あと2つ、ヒロシで取ろう、まだやってるよそのポーズねえ、こういうピンチ招いた時くらいちょっと自粛しませんかね、自粛社会なんでね、警察動いてくるよ、自粛警察が、やめろ不謹慎だと、いやまさに不謹慎、不謹慎で不適切だよね、適切だとは思わない俺は、このシチュエーションでそのポーズをすること、ポージングすることに必死になって打たれたらあかんやん、もう何それお前、インコースのカットボール流してあそこまで持っていけるほどの力が今の栗山にあるとは思えないけどね、2021年の栗山にね、それがちょうどよく頭越していくんだから定位置なら取れてるとこかもしれへんけどな、結局やっちまっただ。でも、リトモやだ。中村だ、山川だ。おら、死んでるだ。この先、何の希望も持たずプレイしていこうと思う。だってもう死んでるんだから。死体だよ。死体が今喋ってる。死体が今、鈴木博士を動かしてる。ほら、死体は撃たれる。死体は埋葬されるべきです。いくら帰る、いくら帰る、一人帰ったね、まだピンチだからプレーすることになるね、これいきなり負けたらさ大変なことになるんだけどな、なっちゃったね、中村武也、でも今かって感じなんだよね、今アウト取ってるのは、いやまさに今かって感じよ、今取るんじゃなくてもっとね栗山の時見たかったし、そこで取ってたら、ロこの角度怖いが、有事ね、元西武の有事取れる範囲、しかしまた点差広げた、
で打線は今日はホームランでしか得点取れてないんですけど、おっとチャンスできたね。初めてのチャンスよ。そう、さっきは言ってる通りホームランでしか得点取れてなかったんでね。あ、2度目か。そうだ、初めてのチャンスは小林でありましたもんね。まあでも少ないよ、得点数に対してね。本日2度目。ここで小林、待て待て待て、代打を送りたいんだが、うちキャッチャーも小林、山瀬とあとマルケスしかいないからな。どうしようかな。まあでも送るわな、この3点差追いつくためには。中地行ってみよう。元西武の中地をここで出す。多いね、うち元西武関係者得点圏打率は3割5分3厘。まあ基本代打メインでね、素晴らしい数字を残してる。3割5分3厘、得点圏で全部打ってるものやん、なんやね。人通常の打率も3割5分3厘なの、驚いたなね、得点圏以外で打ってない。まあ得点圏でしか多分代打送られてないと思うんでね、オートでも手動でも、まあ、だからっていうのもあるんだろうけど、いやこのチャンスものにしていきたいな。ミート打ちで、で中地といえば広角打法持ちの選手なんで、ちょっと流し打ちのコマンドをうまく利用していこう。平らね、100マイルボーラー。しかしまだこれ、さっきも言ったがアップで前のものなので、平らに関しては160は投げるんでしょうね。ここじゃないな、アウトコースに来る球を流したい。おっとデッドボール。中地に対してあまりにも痛いからオラつきもできねえというね本当に痛い時あの人ああいうリアクションを取るから、このゲームでもね。いやしかしこちらにとってチャンスで山田哲人、あるかあるか、過去一度あった満塁ホームラン、ここであるか。やるよ、狙うよ。チャンスは全然あると思うんでね、見てる感じ。なんかやばそうな気がする。うん、あのカーブをなんか打てなかった時点でって感じはしてたので、いいですよ。その後坂本勇人がいるから、ピッチャーの交代はあるか。できれば平のまんまで来てほしいな。あー、買いそうやね。変えたギャレットが出てきたよ。ヒゲ生えてるちょびヒゲの助っ人ね。いやちょびヒゲちゃうな、普通にめっちゃ生えとるわマートン並み生えとる。あー出てきたね。甘い極上ボール、高さ、コース、球威、全てにおいて坂本なら打てる球だったけど、俺が操作する坂本は打てないからこうなって、負けたな。もう6点やった時点で今日負けやわ、言ったでしょ。正面から打ち合うようなゲームを転じた時点で今日は負けると。あかんねん、6点やっとるってことはもう正面から向かい合ったってことやからね。アホやな。まあ、チャンスではあるんだけどね、一撃が出れば。ここで亀井、得点圏打率は10-0です。また通常の打率も、ああでも上がってるね。うん、やっぱり2軍に落とす前が0割台だったんですけどね、あれから比べたら上がってるわ。まあいいフレッシュ期間だったんじゃないですか、一時的に落としたのが。こっからこういう得点圏で打ってほしいんですけど、ダメ、残念、得点は取れず。でやるな。あ、今ショートのエラー、うん、ピンチはなく。さあ最終回、増田が出てきて、あいい、終わった。ゲームセット、交流戦の開幕ゲームこういう形で黒星スタートでございました。うん、横浜が負けてることを願うわ。で横浜は、あー勝ったんだ。試合途中経過は楽天が勝ってたんですけどね、最終的に8対5で勝ったからゲーム差1ゲーム差に広がったわけで、下とのゲーム差がまた1ゲーム差縮まったわけ。どうなるんやろかね、これから先のジャイアンツ、俺には分からへん。とりあえず次の試合に関しては得点のピンチに、失点のピンチですね、そこに注目して、二度とあの場面でやらないようにしましょう。今日は一番結果を残してくれてるムーアが先発、状態の悪さこそはあるけども、まあそこは数字を信頼して変えることもなく、まずは交流戦の初勝利ですよ。そこなくしてはその後続かないからね。で、まあ1回勝てばその後軌道に乗って一気に勝ち続けられるペース、ケースもあるかもしれないし、あ、まあないかもしれないし、どうなるか分かんないし、そんなね、分かるような世界がここにあったら今プレイしてねえから。俺の当初の予定ではさっきも言ったけども、ここやってない予定だったんだね。でも今やっていて、それでいて負けていて、全然当初描いてた絵通りの結果になってないよ。あの開幕前に描いた絵は何の意味もなかったね。心の中で描いたんですよ、心絵をね。涙枯れるまでって歌いながら。あ、でも今ね、それとは全然違うルートを歩んでるんで、厳しいっすね、悲しいっすね。まあでもこれもまた人生っすね壮大な話になってきたぞ。またね、試合に集中しましょう。うわ、初回抑えて、あー今ホームラン、え、亀、今季第1号じゃない、もしかして。亀かマルケス、どっちかやな。
あ、亀井やナイス。やっぱフレッシュ期間が良かったんやね。あそこで2軍に落とさず今も1軍で使い続けてたらもっと悲惨な黒い数字になっていて、それがまた今の巨人よりもひどい順位になっていたと思うわ。これ今後亀井打ってくれるんじゃないですか。いや、やっぱダメだと思った選手はフレッシュ的な感じで期間として2軍に1回落とすのいいね。それこそマルケスとか1回2軍に落とせばなんか良くなるんじゃないですか。やっぱ能力に対して打たない選手ってなんかあると思うんでね。それこそどうしようかな、マルケスね。まあ、とりあえず西武戦に関しては最後まで起用していくけど、それ以降に関してはまだ状態が上がらないのであれば2軍に送ろう。で、助っ人枠が空くんでね、それこそさっき状態が良かったエスコバーを上げるだったりパーラーを上げるだったり、それもありだからね。マルケス、ここでも打たない。ひでな、お前はね、ずっと見逃さんしてない？やばいよ、心の病になってるよね。バット触れない体となっとるから。なんや、あの助っ人誰取ったん？俺俺すげえぼやいてる。俺が取りました。確かに俺が取りました。すごい当時ノリノリで取りました、うん、これええなー言いながらね今どうや、よくねえや。今日の試合初めてのピンチやってきたか、ここで抑えていこう。このムーンはめっちゃ使いやすいよね。サークルチェンジ、このナックルカード、これがええね。え、これこれで一球、もう適当にこの辺に、これ、え、これで最後ナックルカード、これ、はい、三振。おうおうおう、完璧な配球。確かにね、こんな打つか打たないか CPU の気分次第なゲームですけど、ただこの完璧な配球は確実に打たれない。 CPU の状態がどれだけ良くてもね、気分が良くてもね、これやれば打たれない。だからもう全ての投手ナックルカーブとかスローカーブとか、とにかくカーブ系の球を持たせるのがいいんで、さっきの投げてたところはカーブのは持ってるが変化量もなければ球威も G だったからね。いや、カーブはええな。今もメジャー、おそらくメジャーでもパワーが、あー、パワーカーブという変化球がね、重宝されてる時代なんで、日本もそうやね、パワー全盛時代と、じゃない、カーブ全盛時代となってるね。もう今日のゲームに関してはピンチもいらないし、まあ、得点に関しても、まあ、何があるか分かんない西武戦なんでね。あー、ちょっとムーア捕まった。ちょ、9回完封を目指してたんだけど厳しい。あー、もうこれ変えた方がいいわ。球数115球でね、スタミナこんな感じなので、これはもうチームの勝利優先して、ムーアの完封ではなくてそこを目指すべきなので変えて、中川投入。なんかやたらとリリーフ陣状態いいっすね、チーム状態に対してね。で、チーム状態がいいとき、なんかリリーフ陣逆に状態悪なるよ。意味不明なリンクよね、そこが。これもう楽々抑えれるとこよ。この中側にはスラブがあるんだから見てよな。はい、これ遠崎ごめんね、さっきと同じように三振取っちゃうから。あー、でもね、ここでちょっとボールになっちゃうとね、組み立てが崩れるんよね。次の1球がすんげえ怖くなる。どうしよう、2シームです、アウトコース。あー、しよしよし。で、まあこれ適当に1球なんか、うん、どうしようかな、チェンジアップとかこの辺にやっぱ高め見せておいて、はい、もう決まった決まった、このスラブ。おー、当てるが精一杯、残念。おー、イエス。やっぱこの組み立て打たれへんよ。ただ理想としてはやっぱ2球目のストレートは確実にインコースの低め入れること。そしたら3球目すんげえ楽だから、ここまで時間かからないし、こんな打球も打たれへん、バトン当たることなく三振でしょうね。で、ゲーム、瀬戸よかった、交流戦2戦目にして初勝利を挙げれた。これでムーアは今季5勝目かな、あ、6勝目だ。で、セーブは中川に12セーブ目、亀井に待望の1号が生まれて、こっから何かいい兆し、まあ、きっかけになってくれたらいいね、この一撃が。まあ、その後ヒット出てないんで、あんまりいいと言えへんかな。マルケスに関しても1安打打っただけで、まあ、1個のフォアボールもあるし、打点もあるんでね、今日の試合に関しては活躍したと言えるが、これじゃダメ、まだ打率1割8分やもん。50試合以上出て1割8分とかやべえよ、お前。確実に外れ扱いされてるよね。で、それ取ってきた GM、間違いなく首をね、うん、シーズン途中に辞任させられる、退任させられると思うんだけど。でも俺なんで、俺なんでそれはないけどね。わーで、横浜また楽天に勝ってんじゃん。6対2、頑張れよ、楽天。今、パリーグでね、A クラス犬チームなんですけどね、それ相手に勝てる横浜、強えな。全然順位が変動しそうにならない。未だ1ゲーム差で横浜を追いかけてるジャイアンツ。西武戦に関しては次が最後になるので、まあ、最後に関しては得点のチャンスに注目して打線で、打撃でプレイしていきましょう。先発はサンチェスで、最後までこれでひとまずはね、頑張ってみよう。プレイボール。2021年の交流戦開幕カード、勝ち越しなるかという前にチャンスがやってきた。これはね、これはね、確実に得点取っていくよ。ドライチの宮川じゃないですか。初対決、おお、タトゥーマン打てた。さあ本帰ろうかな。センタークレア、謎の助っ人の肩能力は あるね、行かなくてよかった。まあしかし確実に取れるこのチャンス、1点と言わず2点以上は取っちゃおうかな。このカーブ打ちやすい、当てやすい。
あんたまあ山田哲太の走力であればこれ耐えれるっしょ、さすがにね。でこの間ランナー二塁も行けるし、はいオッケー、先制点イエス。でもこの1点で勝てるようなチームじゃないよね今日のサンチェスは。ええけども、でもそのサンチェスが丸焦げにさせられる可能性もあるから、やっぱまだ取っておきたいな。岡本和真、何や、初球打たなあかんという縛りプレイでやっとる今ね。そういうことじゃないんだけどね。なんだあの厳しい球打ちに行くか俺に尋ねられても分からへんぞ。でも打ちに行きたいと思ったから打ってたんだよ。あれを打ちに行きたいと思う心がもうずっと少年時代から、あれ生まれた時からって今もその心を持ち続けて、多分歯が抜けて髪も抜けたおじいちゃんになってもその時の気持ちあるんじゃないですかね。持ち続けるでしょうね。フォアボール、ここは見る極端やなお前。さっき初球打ちに行ってクソみたいな凡退したと思ったら急に乱すからね。俺という人間分からへんで、一回見ただけじゃ俺という人間は全てが分からないね。謎多し男や、まあ、その謎も別に解く必要もないという、誰も興味がない謎という、俺自身興味だよ。あーもうしょうもない、おっと弾いたガーだよね、動きが早い。取れたの1点だけが、ノーアウトランナー1塁3塁、強いチームなら2点と言わず3点取ってもう立ち上がりで勝負を決めるとこ、それができないジャイアンツはどうなんだろうね。苦戦を強いられるんじゃなかろうか。あ、まあここは抑えた。そういやこのカードまだホームラン許してないよね、何気相手出せんね。どうだろう、3試合目に関してもいけるか。山賊打線が2試合連続ホームランなしってすんげえ珍しいことだと思うんで、なんかそういう珍記録作っていきたい。まあ、この試合ね抑えれば3試合連続、まあ、今日はピンチに注目してないので CPU のねオートの選手がどう頑張ってくれるかってことになるんやけど、落ちるな。あ、ゲンダ、あー忘れてた、なんで今の瞬間だけ忘れてんだよお前。西武にはお前12球団最強の守備能力を持つゲンダがおるやろが。いつもはゲンダがいるということは頭に叩き込んでるからこういう無茶なプレイせえへんのやけどね。目の前の得点がどうしても欲しかったんやろね。うわーで逆転された、その流れから。まあ、1点ならまだしも一気に逆転許すか。いやまあでもその流れを作ったのは俺自身だよね。あそこでもうちょっと冷静に判断しておけばよかった。源田がいるって考えたらもうあそこの打球が落ちることまずないから。頭抱えるわ。おーっとパスボール、あーあかん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 、戻れ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 、危ない。もっとポロってんのかなと思ったら全然じゃないか。危ない、言ってたらアウトや。この宮川結構人多いよね。あ、今のなぜ逆にくっつい。甘く来る球を打たずね、こういう厳しい球はまあカウントがツーストライクっていうのはありますけども、それを打ちにデコロンするバカ、おるか、無力、うん、で、レオ出てくんな急に、何ていくとんねん試合中や。またあーもう早いよ、もうあーホームラン打たれてやん結局。あー打たれるやん、何一回きっかけ許したら打ちまくるんか。よかったね、3試合目で2試合目これ目覚めてたらもう3連敗あったんや。よかったよかった、今で本当によかったと言えんのかな。ちなみに点差5点差以上のため、もうこれから先プレイすることはないです。5点差以下の場合だとプレイするんですけどね。まあだからもう今日の試合に関してはこのまま終わるんじゃないですか。相手チームは一気に3本打つというね、解放しすぎやわ、ために溜め込んでたパワーを一気にいったね。こっちの打線もちょっと食らいついて頑張ってはいるんだけどもね、ただいかんせん得点差が空きすぎている。これではねどうしようもねえって感じ。交流戦の開幕カード負け越しスタート絶対嫌だと思ってたんだけど、まあそれが現実となるわな、なってるよな。どうなるどうなるどうなる、そこからのないんかい。なんで1塁2塁3塁にランナーは置くけどそこから1本打とうとしないの。できないんでしょうねそんなのが簡単に。ゲームセット終わりました。はい、開幕カードは負け越しスタート、西武戦、そしてこの交流戦、こんな感じの始まりでこの後戦いが続いていきますが、果たしてどうなるのか俺には分からないけど、とりあえず日々は続いていく、その中でちょっとでも勝ち星を埋めるように頑張りましょう。今日は今日、明日は明日、未来は未来、全ては別々です。今日負けたから明日負けるというわけではないということだけを言わせていただきます。今日の試合は結局サンチェスの今季2敗目、あと相手チームね一気にパワーを解放して森6号、殿崎9号、中村15号って感じでね、あとタイムリーまあほほど打たれたし、まあまあまあ負けるわなーって感じ。
で金子千尋がクイック C から B になった。この辺まだ一度も試してないけども、もちろん使う予定はないですよパリーグからクビになったんすよ、数字が悪くてね。そんな選手はこの交流戦のパリーグ戦で使っちゃダメだということはバカな俺でも分かることなので、だから使いません。でさっきの話に戻ります。一時的に2軍に落とした方がリフレッシュになっていいんじゃないかって言ってましたよね。このマルケス結局ね、この3連戦で特に数字が上がることもなければ活躍したわけでもないので、やっぱ一回見切るというか加盟みたくフレッシュ期間を設けるべきだと思う。だからね、一回2軍に落とします。で代わりにあげるわ。それこそやっぱ状態がいいエスコバ、能力はこんな感じで、まあ強くはないですよ、いつ見たってね。さっきも見たけど弱かったけど、今も弱いし、そこまで強いかって言われたらそうじゃない。あと守備に関しても坂本がいる以上遊撃手で使うことができない。サードとかそういう起用法になるんやけど、あ、まあ指名打者もあるけどね。打力の選手ではないけども、まあ取ったのであれば一時的に機会を与えてみよう。ちょうどいい機会だと思うんだよね。だからエスコバを上げて、次回以降エスコバを起用していくみたいな感じでね。ただ指名打者で使うの惜しない？これなら岡本を、そうそうそう、サードで使ってた岡本を指名打者にして、エスコバ三塁手、もともと持ってないんですけどね。ただこれ巨人に来たことによって俺が練習設定で覚えさせたんだよ。すごい勢いで覚えてくれたからね、本職より上手くなってやがるまあだからこのね、三塁手のをエスコバで起用し、打順に関しては亀井の一つ下かな。亀井がなんかちょっと打ち始めてきてるんで、これならもうクリーンアップ任せてもいいと思うので、まあ、こういう感じでマルケスを1回2軍に落として、でこの DH がない時どうしようかな。いや、やっぱ岡本和真三塁手で起用するのちょっとなんかあれなんで、だからレフトで起用してみよう。まあ適正はサードよりもないからね、本来使っちゃダメなんですけど、まあ、その分サードでこのエスコバーが使えるようになるのでね。で打順に関してはこんな感じで、だからエスコバーに関してはこれから先マルケスを上げるまでの期間だいぶ使うことになるね、スタメンで。まあ、せっかく上げたのであればベンチで温めるような戦力じゃないし、ベンチでは助っ人選手光り輝くことないからね、スタメンで使う、それが今後の巨人にとっていい方向に未来が進んでいくことを願ってるよ。どうしましょうかね、今回の動画。ここまでだいぶ時間経ってね、結構傷つきながら西武戦戦いを終えたのでね、全ての試合で、まあ、勝ったゲームを除いては全部ね、これ5点以上許しとるからね、3試合の合計失点数が10何ぼや4ですか。14失点やった後にこの日ハム戦やれる勇気もなければ、そんな体力も記録もやる気もないって感じなんで申し訳ない。ちょっと中途半端ではあるんですけど、今回は交流戦の開幕ゲームをこんな感じでプレイして、終わりにして、次回以降またこっから始めて、この先の交流戦の戦いをテンポよく進ませていきたいと思います。結局この戦いを終えてセリーグの順位表はこのようになって、ゲーム差1ゲーム差で追いかけてるジャイアンツが今2位という立場にいて、横浜が1、その下はこのようになっている。次回プレイする交流戦で勝利を積み重ねてこの立場を変えることはできるか、またエスコバーの活躍はあるのか、そこに注目してまた見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。